どうも、枝豆です。今回は、シュゼムがやってるね、ウォータードロップのやり方、紹介していこうと思います。あのね、まあ、知ってる方多いと思うんですけど、彼のウォータードロ、ちょっと特殊なんですよね。でね、なかなかいい音してるんで、今回そのやり方、紹介していこうと思います。ということで、あれってらこう。でね、このやり方、普通のウォータードロをクリックじゃなくて、ホロークロップでやるんですよね。ホロークロップっていうのは、っていう、小平さんがよくやってるやつですね。それを代わりに使うんですよ。それぞれね、細かく解説していきますと、まず一つ目の要素が、っていうね、この音。この音はね、おいと発音するときの口の動きだけで、口笛を鳴らしてる。つまり、一瞬だけ口笛が鳴る。そんな感じのね、ノーアドの技になります。最初はね、普通に、声を出さないでおいって発音して、で、だんだんね、口の動き、舌の動きを激しくしてって、口の中のスペースをなるべくなくしていくようにね、おいと発音していきます。そうすることでね、なると思います。で、それがなるようになったら、もうあとはホロクロを足すだけ。これで OK。さっきのね、口笛の音に、このホロクロの音がね、うまく溶け込むまでちょっと時間かかるかもしれないですね。ぜひね、練習してみてください。はい、ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。